やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。塩野義製薬が、軽微投与型のコロナワクチンを開発しているということで、その効果とか実用性について占おうと思います。基本的に1日2本動画アップしているので、ぜひチェックをお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄にあります。ツイッターには、個人鑑定の受付状況書いてありますので、ぜひご覧くださいませ。はい。ちょっとニュースを読みますね。これは科学工業日報っていう、新聞、サイトいます。7月20日のやつ。はい。塩野義製薬は4月19日、東大発ベンチャーであるハナバックスと、軽微投与型の新型コロナウイルスワクチン開発に関するライセンス契約を結んだと発表した。ハナバックスの独自技術、カチオン化ナノゲルデリバリーシステムを活用だそうです。わからない。CCHP ってやつだそうです。うん。どういうシステムなのかな？はい。痛みのない形で簡便に投与できるワクチン実用化を目指します。鼻腔内への投与によって効果的な免疫誘導も期待できる。だそうです。なんか注射器をね、用いないので、医療環境の整ってない、新興国では使いやすいんじゃないかとか言われてますね。はい。だそうです。注射じゃない。鼻にシュッてやるやつですね。多分鼻にシュッてやるスプレー型、ああいうのでいいのかな、イメージとしては。多分そうだよね。スプレーだよね、多分。それとも、錠剤でもいいの？違うよね。錠剤でただ、口から出てきちゃうもんね。多分スプレーじゃ、なんかじゃないかなと思うけど。塗るのか、シュッとするのか。はい。ちょっと実用化されるのか、あと効果と安全性、見ますね、カードで。はい。実用化されるんでしょうか？これ、使えるようになるのか。承認が降りたりね、うん、実際使えるようになるんですか、これ。なんか先日PCR 検査を受けた時に、保育園で RS ウイルスがめっちゃ流行っててとか言って、 RS ウイルスってないんですよ、ワクチンとか。ただただなったら治すしかないの。ああいうのもさ、こういうのでできないのかね。鼻からのこういうワクチンとかわかんないんだけど、適当に言ってるけど、RS はウイルスなんとかしてほしいわと思って。はい、ズバッと出ました。ああ、難しい。最終結論に法の逆。法的な何か。なんだろう、この、ね。なんて言ったらいいの？この、許可するようなところよ。どういう機関が許可するのかわかんないけど、そういうのを表してるよね。多分、法のカードね。それがね、逆向いてるから、って思ったんだけど、あとね、環境が世界の逆でしょ？中途半端未完成とか。だけど最終結論はとてもいいの、星のカードだから。はぁ、どうかなぁ。五分五分とか言ったらさ、あれ？やめて、そういうのや。中途半端な結果やめてとか言われるかな？なんか、いやでも、なんか降りるかどうかわかんないよね、この方が逆向いてると。一回、落ちるかもしれない。なんていうの？さっき自分で言ったくせに忘れちゃった。認可っていうの？許可。使っていいよっていう。承認か。承認？認証？うん、それがなんか、落ちんじゃないかな、一回くらいって思うの。でも、諦めずに頑張るみたいなカードなんですよ。なので、半年後、一年後に一回落ちるけど、頑張って、その後、もうちょっと、さらに改良を重ねて、OK 使えるようになるんじゃないかな。もしくは、こう、国によって、日本はちょっとダメだわ、使えないわってなって、他の外国では使えるとか、ちょっと、なんか、分かれそうな気がする。対策注意点、恋人でしょ？そっか。これもそうだね。国によって、降りる降りないがありそうかも。あるじゃん、同じワクチンでもさ、日本でも降りてない、降りないワクチン、降りるワクチン。アストラゼネカもさ、国によって違ったりするじゃん。そういう感じなのかな。これも国によって多分降りる降りるないが違うんだと思う。じゃあ、聞きたいのは日本なんだ。日本で使えるのかどうか。そこがね、一番皆さん気になるところだと思いますけれども。鼻からのワクチンって全然仕組みが想像できないや。これ、
って抗体を作るんだ、鼻からの中で。あ、日本で使える？ちょっと日本は使えないかな。それこそ新興国では使えるけど、日本では使え、悪魔ってね、すごいカード出たね。対策周期運命のは。ちょっとすぐ使えるって感じには見えないかな、日本で。他の国で使えるのかな。じゃあ効果とか安全性を見ますね。ちなみに過去にファイザーもモデルナもアストラゼネカも日本製の その他ワクチンも全部この辺占ってるけど、過去にあります。過去動画に。はい、ズバッと出ました。いいカード、悪いカードが結構極端に出るね。過去力、現在、世界のカード。この辺を見ると、あとね、近い将来も星でしょ？この辺、過去、現在、近い将来だけ見るとめちゃくちゃいいんですよ。良いものを作って頑張ってるんだろうなっていうのはわかる。ただ、立場が非常に悪いんですよ。塩野義製薬と一緒に、なんだっけ、塩野義製薬。中国のどっかとなんか手組んだりしてるんだっけ？なんか闇の熊さんが言ってなかったっけ？そんなこと。動画見てないんだけど、ツイッターフォローしてるから、チラッとその文字が見えたような気がするんだけど、どうですか？なんか、立場がめっちゃ悪いの。審判の逆を背景にタワーの逆なの。何か決めかねるとか、決意できないとか、結果が出ない。それを背景に、関係の清算とか。おー。その塩野義製薬なんか手を組んでるそのベンチャー企業とうまくいかなくなるとか、なんだろうね、なんか良くないことが起きそう。立場のところで環境も悪い。環境もマジシャンの逆なので、アイデア感が冴えない。そう、なんか作る、これ作り出すカードが逆向いてるから、作り出す能力、アイデア、技術、なんだろう、何かが足りないんだよね。で、可能性に運命の輪の逆、いろいろタイミングが悪いとか。だけど最終結論は太陽なんだ。難しいでしょ。ここはすごく良くて、総合的な立場、環境、可能性が悪くて、最終結論だけポツンっていいから。なんか、厳しい状況の中でも、まあいいのかな。太陽これ見るとなんかコロナウイルスにも見えちゃうんだけどね。とりあえずまあ、この、最終結論だけ見るとめっちゃいいですよ。対策注意点、法王。やっぱりこの承認が降りるか降りないかみたいなところだけかな。あとはね、これ、モラルとか常識とかマナー、ルール。難しいよね、こういう薬とかさ。普段占わないじゃん。何の対策だろうと思って。何が考えられるだろうみたいなね。そんな自分のさ、知識にないことを言ってるかもしんないじゃん、タロットさんが。とりあえず、その、今言ったさ、何かを、ルールを守るとか、何か、こう、許されるとか、承認されるとか、そこに、いろいろかかってくるかなって感じはするかな。例えば、国がよ。ちょい、この、新しい方法は、ちょっと、斬新すぎるので、まだ、無理ですね、って頭の固いことを言ったりとか。そんな感じかな。とりあえず、そう。ねえ。でも安全性もどうかね。立場がタワーの逆でしょ？環境マジシャンの逆。こことここ見ると、効果もありそうだけど太陽で。安全性の部分でも何かしらなんかはあると思う。副反応とかあんのかな？タワーでしょ？結構強烈なのが出たなと思って。ということで、まとめると、多分効くよ。すごく効くと思うけど、何か安全性の部分でもマイナスの部分は何かしら大きいのがあると思う。で、国ごとで承認されるかされないかが分かれると思います。はい。ということで、塩野義製薬の鼻からのワクチンについて占ってみました。いかがだったでしょうか。全く想像できない世界だ。どんな感じなんだろう。どうなんだろう、ね、注射で打つ、ファイザーとかモデルナとか絶対打ちたくないって言ってる方でも、これは、これならやってもいい。塩の胃ならやってもいいっていう感じなんですかね。どうなんだろう。その辺。ご意見聞いてみたい。はい。じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちです。じゃあね。バイバイ。ありがとうございます。